さてここからはですね SAWC 開発秘話ということで、お話を伺っていきたいと思うんですが、はい、キーワードを出しましょうか。キーワードこちらです。松井総監督からの無茶振りということですが、これは無茶振りされたんですか？まあ多々あります、ね、まず先ほどの一つのスノーモードの追加っていうところも、はい、まあ、一番最初 の、 あのコンセプト決めるところではネタはなかったんですけど、まあ、松井の方がアピールしたいというところでスノーモードを追加しろという無茶振りがありまして、実はですねこれはあのちゃんとネタは仕込んでたので、うん、あのこれはできそうだなっていうところであったんですけど、うんうん、もう一つスポーツモード、これがですね大変だったんですよ。今スポーツモードという名前だったんですけど、企画の当初、まだ名前なかったんですけど、なんだろう、元々はですね SAWC の適用ってあんまり考えてなくて、これって言っちゃうとなんだろうな、あのブーストモードって言うんですかね、ブーストモード、あの押したらすごく加速感が強いっていうところで、まっすぐすごくね気持ちよく走りたいっていう話だったんですよ。それがスタートだった。それがスタートだったんです。まあ昨日ちょっとあの説明ありましたけど、はい、そういう適合するチームが一生懸命そのモーターのその特性をチューニングして、で誰が乗ってもおっていう感じになりましたと。それで、まあ、そのね、あの試乗会の時にね急に、まあ、僕らは四駆は SAWC はあまり何もやることはないと思ってたんで、はい、まあ、とりあえずこういう形でというところで一通りの提案はしてたんですけど、まあ、特に大幅にね性能的に変えるようなことはあまり考えてなくてっていうセッティングでまず試乗してもらったんですけど、はい、その試乗会が終わった瞬間に加藤君あれ何何ですかそれ全然曲がんないんですけどなんと、いやだってそんなコンセプトじゃなかったじゃないですか、いいから来なよ今テストコース行くわかりました林くんと一緒に行きます乗ってごらんよ、乗りました、ああこれスポーツモード気持ちいいですね、まっすぐ気持ちいいですね、うん、うん、曲がんない曲がんない、うん、まあそう何もいじってないですからね曲げてくれよえこれをっていうところで、いやいやいやってまずねデータも何も見てないような状態で、できるかできないかも分かんないような状態で、まあ松井はね信念があってできるでしょう、できるで、こうなんですよできるでしょう、今の感じで、はい、できると言うんで、いやいやいやでもね2週間待ってとちょっと2週間待って、はい、ネタ仕込むからっていうところで、はい、2週間で大慌てでまずねあの、うん、試乗したようなパターンでデータを取ってですね林くんに取ってもらって、うん、で私と2人でデータの解析しながら、なんで曲がらないのってなんとなく想像はしてるんですけど、うん、じゃあそこの曲がらない要因っていうのをまず分析します、はい、その後にじゃあどういうお手当てをしたらいいんでしょうかっていう検討をして、うんうんうん、まずシミュレーションをかけるんですね、はい、シミュレーター持ってるのでこんなアイデアでやったらどうだろうっていうのをコンピューターで作って見てみます、あなんとなくいけそうだね、思い通りだねってイメージ通りだね、じゃあ今度あの車に入れようかって言ってもプログラムまだできないんですよ、うん、そんなすぐには、はい、なので今あるプログラムをちょっと改良して、はい、似たような G プログラムを急遽作って、でそれのあのね、チューニングも一緒にやって で2週間経ちましたと答え合わせの時が来ましたとで答え合わせでとりあえず、まあ、仮のプログラム仮のチューニングなんてこんなもんですけど、うん、こういう考え方をしたらこういうポテンシャルで出るはずです、うん、一部しかできてないけどというところに乗ってもらってこうでしょできるでしょと簡単にですねいや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 とあの、まあ、僕さっき言ったみたいにあの四駆の中を一緒にあの林くんの立場で開発をしてたということがあるの で、はい、でまあ中がどういうふうになってるかっていうその考え方製品の組み立て方っていうそこがまあポイントだと思ってて、まあだからその話を聞きたかったんですよ、こういう考え方でこうやったらできますよっていう、でそれをちょっと考えてやってくれて、でまあこれはいけるなと、まあでもそういうね、いけるとは思ってたんですけど、むちゃぶりに何度かこうやっぱり答えてこられたと。でもやっぱりあのその何かっていうと、そのモーターのトルクの立ち上がりが早いと、うん、そうするとコーナー曲がってアクセル踏むとどうしてもそれで外に出ちゃうっていう、まあ単純な話なんですね、うん、そこでも SAWC は前と後ろのモーターを自由自在にコントロールできますので、ちょっとそのタイミングであるとか立ち上がりのやり方とかをちょっとコントロールすると、うん、
はい、ありがとうございます。ちょっとじゃないですけどね。まだね、話したいこといっぱいあると思いますけれども、はい、さあでは続いてのキーワードいきますか。いきましょう、こちらです。はい、ちょっと私の頭であれですかね、はい、はい、17年冬トカチノルウェーでの成功の革新ということで、ちょっとね、お時間がなかなか近づいてしまったので、ちょっと短めに、じゃあ短めに、はい、すいません。まあ、今みたいな話をしながら車を仕上げて、まずこの制御がだいたい目鼻ついてもうほとんど9割型できて、実は10割にしないといけないのは去年の冬だったんですね、はい、そうですね。で、去年の冬、私10年ぶりにですね、その車を乗せてもらいに十勝県に行って、はい、うん、で彼らがちょうどやってるところに行って、で実はそこですごく感動しましてですね、もうそのスノーモードの、その安心した、もうそのスノーモードに切り替えてスーッと走り始めると、うん、あまりの安定にもう心がこう休まると言いますかですね、こう何でしょう、人が変わったようになって、はい、でそれでいてそのスポーツモードも実はすごくよくできていて、はい、スポーツモードで雪の中をドリフトしてビューッと走れるんですよ、はい、そこもびっくりしまして、はい、そこもさっき言ったようなタイミングをうまくやると走れるんですね。でそれをこうパチパチと切り替えると車が変わると、はい、あ、これはよくできたと、うん、でしかも私が一番初めにやりたかった、もっとアピールしたいし、はい、もう一個言うと、もっと簡単に皆さんに分かってもらいたいっていうところがあったんですけど、それがもうちゃんとできてると、うん、っていうところに感動して、はい、でその後ちょうどその冬の後半にノルウェーで、はい、欧州のその何て言いますか、ジャーナリストへの試乗会がありまして、はい、まあ、ちょっと今この映像が出てますけど、はい、そこに私もちょっと行く機会がありまして、はい、そこで皆さんそのパチパチ切り替えて、うん、でもそんだけ走れるってところに皆さんも感動されて、うん、あ、もうこれはもう成功だと、はい、車の開発をしてるとある瞬間に、あ、これいったなって感じる時があるんですけど、はい、私はまあ自分で手を動かしたんじゃないんですけど、この時にあ、これはいけると。なるほど、うん、ありがとうございます。いや、すごいね、今の映像も素晴らしかったですけれども、あっという間にお時間が来てしまいました。ちょっとまだまだね、ちょっと話足りないですっていう感じがあるかもしれないんですけれども、最後にですね、その松井総監督の無茶ぶりに負けずとこう、ね、作り上げたこの新しいアウトランダー PHEV、はい、この SAWC、はい、ドライバーの皆さんはどういうふうに楽しんでいただきたいですかね。そうですね、今日ちょっと難しいお話もさせていただいたんですけど、まあ、スポーツモード理屈抜きで本当に楽しいです、うん、まずね、本当に一遍乗っていただけたらなと思います、はい、ありがとうございます。いかがですか。そうですね、まあ、今スポーツモードの話もありましたし、まあ、スノーモード、やっぱり雪道でもうあたかも自分の足でこう雪の上をこう蹴るような感覚で、はい、運転することもできますので、はい、まあ、1台の車でこう性格がガラッと変わる、うん、まあ、そんなのも楽しんでもらえればと思います。ありがとうございます。松井さん、いかがですか。そうですね、まあ、先ほどの話で私この車で SAWC を本当皆さんにお伝えしたかった、はい、きっと先ほどもありましたけども、すぐ分かると、うん、っていう状態なので、ぜひ試していただきたい、はい、パチッとボタンを押すだけで、そうですね、はい、分かりますので、あれはもうぜひ、ね、市場に行って試していただきたいですよね、はいはい。